食育ロックのワラビーズです。ゼロから食育を学んでいきます。はい、今回も軍用車食べ物食育図鑑から学びたいと思います。はい、今回のテーマはキャベツ。キャベツキャベツキャベツキャキャキャベツキャベツ。はい、お知り合いの方が歌っておりましたね野菜の歌。キャベツキャベツ、キャベツは年間3タイプが出回ると。すごいですね。そんなん全然知らなかったよ。まず春に巻いて夏から初夏初秋に収穫する夏秋キャベツ皮は薄くて柔らか、やや硬く緑が濃い。次に初夏に巻いて晩秋から冬に収穫する冬キャベツ寒玉3つ目は秋に巻いて翌春に収穫する春キャベツ。へえ、ふわふわなやつですね。なんか春キャベツっていう言葉聞くね。確かに旬、まあ一応旬っていうのはですね、いろいろあるということで、うん、キャベツは、ビタミン U というのが何よりも多く含まれていますね。ビタミン U、 はい、そんなのあんの。あります。聞いたことない。胃腸の粘膜の粘膜を正常に整えてくれと。へえ、これあのいわゆるお薬もありますね。お父さんのキャベジンですね。あれの元になっております。はあ、なるほど。とにかくこの消化にいいです。油の中の植物なんですね。はい、だからとんかつにも必ずついてると。あ、なるほどね。ついてるわけですね。はあ、はあ、そのかちいちゃんは今日は今回は、お休みです。あ、お休みですか休むんだちいちゃん。ちなみにドクター中松は幼稚園から一生無遅刻無欠席ドクター中松はすごい人ですね。あの人はすごい人なんだよ。はい、というわけでキャベツでした。